了解。出撃だ。よっしゃ、出番だ出番だ。ぐちゃぐちゃにしてやるよ。俺らの恐ろしさ刻み込んでやる。皆殺しにしてやりますよ。全員集まっていいんですよね。腕が鳴りますよ。全員集まっていいんですよね。一応本気出しますか。よっしゃキリュウカ、突撃！一層平気だったぞ。お任せあれ。行っちゃいますよ。よし、俺たちの勝ちだ。よお疲れ様でした。よくやったお前ら。やるね。さすが元登場会四代目。この短期間でよくチームをまとめたもんだ。ナイト。チームバトルごっこ、ずいぶん楽しませてもらったよ。だが、そろそろ飽きてきたかもな。次は最終決戦と行こうか。お前らがもし勝てたら、ジャスティスはこの尾道から撤退してやるよ。本当だな。ああ、万が一にも勝てたらの話だけどな。今までのはお遊びだ。次は全力で行かせてもらうぜ。せっかく固まってきたチームがやられて悲しそうな顔してるあんたが目に浮かぶよ。現実になるのが今から楽しみだぜ。おい、ナイト。あ？トランキーロ、焦んなよ。てめえ、覚悟しとけよ。次は内藤との最終決戦か。気合い入れていかねえとね。ああ、行くぞ野郎ども。ついに内藤との決戦ですね。勝ったら尾道から撤退するって言ってましたけど、本当っすかね。おそらく本当だと思うぜ。あいつはそんなダサい嘘をつくやつじゃない。それに矢野と内藤を倒したとなれば、
ジャスティスの戦力も相当薄くなる。結構ターニングポイントになりそうっすね、この戦い。ああ、余計に負けるわけにはいかねえな。よし、お前ら、そろそろ行くぞ。おうよ、内藤ぶっ潰してやろうぜ。よっしゃお、おう。ブエナスノーチェス、キリュウさん。じゃあ、お前の望み通り来てやったぜ。決着をつけよう。言われなくてもそのつもりだ。悪いけど気流会潰させてもらうぜ。上等だ。さて、それじゃあパーティーのスタートだ。いい戦いぶりだったぞ。まさかこれほどとはな。ちょっと油断しすぎたかもな。さあ、お望み通り相手になってやるよ。俺と対マンしたかったんだろう。はいいのか。あんたは仲間が残ってる。怠慢なんてしない方が有利だろ。ふん、俺は頭がいい方じゃねえ。有利とか不利とかよくわからねえな。なるほどね。だからあんたの周りには人が集まってくるってわけか。そういうの虫図が走るんだよ。でも俺は頭がいいんでね、今回は甘えさせてもらおっかな。キリュウさん、怠慢で勝負させてもらいますよ。ああ、さっさとかかってこいよ、ナイト。トランキーロ、あっせんなよキリュウ。
さ。内藤にも勝った。大丈夫ですか。なんとかな。約束だ、尾道からジャスティスを撤退させろ。安心しろよ、俺と矢野がやられた時点で尾道に部隊をつぎ込む余裕はなくなってるはずだ。それに一応約束したからな、もう尾道侵略はねえよ。あとはカムロ町に乗り込むだけだな。岡田、待ってろよ。おい、桐生さんよ。ん？俺はあんたやジョーみたいな感情や男気で動く連中が嫌いだった。だが心のどこかでは憧れてたのかもしれねえ。桐生一馬、俺はあんたみたいな男になりて、俺をあんたの相棒にパレハにしてくれねえか。内藤が仲間っていつ裏切るか分かりませんよ。信用できないっす。いや、内藤は嘘は言ってねえさ。桐生さんに惹かれる気持ちは俺にも分かる。ジョーさん、もしかしてそっちの。バカ、ちげえよ。パレハが何なのかよくわからんが、ついてくるなら好きにしろ。次の戦いはカムロ町だ。それまでに怪我を治すんだな。トランキーロ、あっせんなよ。内藤もやられたみたいですね。そうか、やはりな。予定通りカムロ町に残り戦力を集結させる形で構いませんか。ああ、それで進めてくれ。アウェーでの戦いはもうおしまいだ。ここからが本番だ。あいつらを手厚く出迎えてやらないとな。わかりました。じゃあ桐生一馬。これで尾道はなんとかなりそうですね。残りの六強人たちはカムロ町で待ち構えてます。いつカムロ町に乗り込むかはまだ決めてないんですけど、とりあえず今は
来たる時に備えて尾道でチームを強くしておきましょう。今の状態で突っ込んでも返り討ちに遭うでしょうから。そうだな、当分は尾道で奴らと戦う準備をしておこう。